クリートの橋、ちょっとスリリングですので安全のためにつけさせていただいております。トンネルの中入ると自転車のライト自動でつきます。あとトンネルの中、漏水箇所何箇所かあります。ポタポタと雨水落ってきます。汚い水じゃありませんが、濡れたらごめんなさいです。じゃあ少し漕いでみてください。
れてください。